テレビ東京の池谷美優アナウンサー27が14日放送のテレビ東京伊集院光佐久間信之の勝手にテレ東批評土曜前113に出演夫に位置情報 GPS だけ入れてもらいましたと明かした同局ドラマ夫の家庭を壊すまで月曜五十1 6で結婚から15年間 高校の同級生と不倫を続け、妻を欺いてきた夫を演じている。同作を主張している池谷アナは、ドラマに感情移入しまくっているタイプ、第1話の竹財さん演じる雄大が、優しくて、美味しい、ってご飯を食べるのが、今の夫とそっくりなんですよ、と説明。ここから10年、ずっと二重生活されるんだと思ったら生きていけないと思って。 位置情報だけ入れてもらいました。あのドラマ見て怖いってなって、位置情報を入れて、って、と語った。池谷アナは、今年3月に会社員もしていて、俳優さんもしている男性、との結婚を発表した。